ごい今マジで焦った。はい。は？何？こんにちは、みなみです。じゃないです。こんにちは、なつきです。何？どうぞそちらへ。はい、今なつきさんはこれを食べております。髪の毛やばい。え、こっちのライブつけてよ。ちょっとボサイクだからメガネして。今一本ですね、撮影が終わったところでございます。どうもお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。ということで今日は久々に抜き打ちカメラロール。終わった終わった。何つった、何つった。カメラロール。え、何カメラロール。イエス。マジ面白くないと思う。ということで何もいいものないんですけど皆さん。どうしよう、ねえねの変顔とか出てきた。え、本当に噛んだよ。てかあんたの方が多いからね、正直言うと。ワンチャンママは20話ごとか出るからね。20話ごとか。いいけど。ということで抜き打ちカメラロールチェック。それではスタート。本当にお願いだからミミのマジぶっさいかな変顔が当たってほしい。いや、そういう時は当たんないんだよ、絶対、うん、はい、じゃあ私からやっちゃうよ。マルプの写真めっちゃ多いんだよね。あ、そりゃそう。そうストップ。これかわいい。ブーちゃん来ました。せーの、ドン。これは、リビングのソファーの横に、ブランケット入れみたいな、バスケットがあるんですよ。うん、それに、プーちゃん最近入るんですよ。かわいい。自分で入ってホリホリして、そこでなんか寝だす。最近だね、これは。そう。めっちゃ最近。うん、静電気で髪の毛立ってるのがポイントです。かわいい。めっちゃかわいい。ジキ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 。おこむ。せーの、じゃん。なにするの。いや、私とミミなんだけど、これは8月10日。です。あ、3姉妹でディズニー行った日。3姉妹でディズニー行った日にその日泊まったんだよ、うん、ルーティン撮っちゃう。その日の朝だわ、それ、うん、あー、そこのホテルね。私もルイカ撮ってました。ねえ、皆さん、なんか今、せーの、じゃ、昔のディズニーの写真を多分引っ張ってきたんだろうけど、ね、ブサイクだし、あったのか。8月10日にこんなものが保存されていました。ねえの、この顔何調子乗ったやつやな。しかもさ、お肉と顎やだ、もうやだ、やばいね、これ。早く次。そう。あ、え、これ、あ、これこれちょっと見せていいかな。じゃん。これファンの方が作ってくれたんですよ、等身大パネル。え、嘘。だからママ今違うなと思ったんだよ。そう、私の等身大パネルいろんな剣回ってるじゃないですか。あれとは衣装が違うんですよ。それをなんか作ってくれて。どうやって作るの。作ってくれて、で、これ私すごいと思って。すごい。そう、スクショしちゃったんですけど。邪魔じゃないのかな。ねえ、どうだろうね。わかんないよ。だからベッドの隣で一緒に寝てるかもしれない。朝起きて来られたらちょっと怖いかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいよね。うん、すごい。でん。ちょっと最近。最近じゃない。え、待って。え？え？何？これ、これいいやつ？もしかして？夏希に彼氏？え？え？違うやん。距離感がカップルかと思ったわ。はい、お友達です。もう小学校からの幼馴染ですね。幼馴染とは言わないよ、絶対。まあまあ、確かに絶対言わないけど、長い付き合いのお友達です。そう、うん、加工して誰か分かんなくて一瞬ビビった。一瞬マジで知らない人と出かけてると思った。うん、しかもこれ二人で行ったんじゃなくて、あ、全然違います。女子にで、この男の子一人でご飯会しました。はい、仲いいお友達ですね。絶対に恋愛にはいかないだろう。ねえねがなんか変なおっちょこちょいなんで面倒とか見てくれるみたいな系の男の子で、ママはずっと勧めたんだけど、お互い好意一つも持たないんですよ。一つも持たないです。だからもう男女の友情ですね。ここは証明されてます。もうびっくりしたよ。
だよ、びっくりしたよ。そう。待って。なんか楽しそうだね。出た。これ今日です。私最近っていうか昨日からちょっとアニメのキャラの絵を描くのにちょっとハマっていて、結構私ね上手く描けたんですよ、うん、それを真似して描いてって言ったんです、うん、どうしましょう、皆さんバカにしてるわけじゃないんですよ、本当にミミのあの上手いやつの真上でなんか真似して描いたんですよ。でこれどうすればいい、マジでやばいよ、ね、もう救いようがないのよ、本当にないと思う。皆さん誰かわかります？多分わかんないよ。まあでも最近流行りのまあスポーツアニメって言っときましょうか。みんな当てて、本当に言ったら当ててみんな、お願いだから私がバカにしてる人になっちゃう。本当にバカにしないです。でもアニメ見たことないから特徴とかあんま分かんなかったね。あ、なるほど。だから本当にあの見て書いただけなんですよ。これ私の見本が下手みたいになるよ。じゃあミミの見本を見せてあげれば。じゃあこれもう分かっちゃう。じゃあ私見本ちょっと上手いんですけど、なんかちょっと出来心で書いてみたんです。ちょっとうざいよね、私の見本は上手いんですけど、上手いですみたいな。超うざいよね、この人。すっごい破るわ。あ、破って。ドルフィンとかいろんなの描いてて、で、このキャラを描いたんですよ、私は。あの、まあ、ミカゲレオくんっていうね、キャラ描いたんですけど。ちょっとあの、こうやって、私別にめっちゃ上手いけどなんですよ。もっとさ、もう神絵師みたいな方いるじゃん。そんなじゃない。そんなに比べたら、マジただの。そんなじゃない。そうだ。本当は違うんだけど、本当はど素人なんですよ。そこは許して。だけど、上手いと思ってる、自分的に。上手く描けたと思ってるよ。え、本当にごめんね、それは。ちゃんと見せてあげて。で、こういきます。なんかその方が、あの、深海に行ったら、真剣にマジごめんなさい、バカにしたわけじゃないんです、ね、本当にバカにしたわけじゃない、本当にすぐまあ好きなんですけど、ルフィとか破っちゃったんだけど今。そう、それもうまいじゃん。私もルフィどっかで描いたよ。これはねルフィ作可愛いじゃん、可愛い。ちょっとうまいでしょ。私の絵心は本当にないの。パパに似たんだ。そう、パパに似た。パパロボットだけうまい。ロボットだけうまいの意味わかんない。昔のロボットしかない。そうなんかもうこういう感じの四角でいきます、せーの。おー、結構いきますね。ストップ。おーおーおー、せーの、じゃーん。こちらはですね、私がバエを狙ってカッコつけた写真だね。なんかちょっとバエてるわ。ちょっとはずいね、すごい。頭にかこ手こんなやつ。じゃあ、メガネ、サングラス。サングラス。サル？おサルじゃん。ちょっと一発殴っていいかな、ここ。沖縄って、あ、そう、沖縄。あ、沖縄か。沖縄、いとこたちみんなで沖縄行った時に砂の方行って、はい、お、ここ映えるんじゃねと思って、もうなんかちょっと下こう向いて、サングラスをこうしてくれて。ちょっと無視していいかな。そしたら猿が取れました。猿じゃないですよ。せーの。ストップ。最近？かわいい！せーの、じゃん。さっきプー出たんですけど、綺麗に次はマルちゃん来ました。私、あのマルとプーを撮るとき結構連写するんですよ、うん、で、その時にあのお花を舐めてる途中のこのベロの部分が取れて、ちょうどそのカットでした。マルはベロが長いんですよ。そう、まあ、プーもあんま変わらないかもしれないけど、めっちゃ可愛い。ちょっと涙焼きがひどいんですけど、マルチーズ、そう、は涙焼きが目立っちゃうし、出やすいし、まるちゃんは白色なのでもっと目立っちゃうし、なんか別に害はないみたいな。そう、なんかどこから悪いとか、うん、なんかどうにかなっちゃうとかではないんですけど、うん、やっぱ犬種によってね、うん、あったり色とかでね、あと体質とかもあるので、なんかね、涙焼けのね、毒フードとか、なんかいいっていう毒フードとか変えても、何もとか、うん、しかも毎日ね、誰かしらがマルちゃんの面拭いてて、拭いて、溶かしたりしてるんですけど、全然ね、一向にならなくて、痒がってるとかじゃないから、いいんだけども、まちとなんか見た目がね、結構ね、できることはしたんだよね。かわいいマルちゃんでした。はい、かわいいマルちゃんでした。はい、いきまーす。はい、トッピング、お、せーの、じゃーん。私たちのマネージャーさんのタイちゃん。タイちゃん何してんのかな、これは。これは本
当にいつも通りのあのお二人なんですけど、札幌コレクションの前日なんですね。そうですね。でラーメン食べに行って、押すぞ押さないぞみたいなって、タイちゃんはなんか変なやつやってる。なんかよくわかんない写真ですね。はい。まあこんな感じで、まあいつも通り面白いタイちゃんとみなみちゃんです。はい。いつもこんな感じです。です。だってこの間タイちゃんがいつもみなみちゃんのおふざけに付き合うのが僕の一番の仕事だと思って。なんか言ってたよね。じゃあ次ラスト。ラストです。イエーイラストラスト。Here we go。また大ちゃん、せーのちゃん。ユニクロさんのお仕事でスタジオに行ったんですよ。うん、これ階段があったんですね。一回大ちゃん被写体としてどんな風に映るか、うん、私がちょっと大ちゃんそこ立ってみて、ちょっとパシャパシャ撮ったらポージングを決めてくれて。大ちゃんスタイルいいですね。そうなんですよね。足も結構これぐらいしかなくて、これぐらいしかなくて、顔もこんぐらいしちゃって、モデルさんですかね。まあスリッパなんですけど、はい、まあ面白い大ちゃんですね。こちらも2回連続大ちゃんという奇跡が起こりました。はい、ラスト、私のラストは大ちゃんでした。じゃあ私も最後もいきます。はい、せーの、ジュグ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 ラグジュアリーラグジュアリー、はいはい、チャンチャン、せーの、チャン、ふーちゃんちゃん、ふーちゃん何してるの？かわいい。これはですね、かわいすぎる。なんかニトリかどっかで買った、なんか寝転がっても痛くない用の長座布団みたいなのをこう三角にして、プーがその間に入って静電気で耳がブワッってなってる。かわいい。わかった？かわいくてダメだ、ポロリ。チュー、かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、あざとくてごめん、気になっちゃうよね、ごめん。ってことで、ぷーちゃんでした。ちゃんでした。ラストはぷーちゃんでした。今回は私がもしかしたら彼氏いるかもっていう動画になっちゃいましたね。イエーイ、イエーイ、なぜか、まあ、ご安心ください。いないです。夏耳のカメラロールどうでしたか？どうでしたか？面白いと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。せーの、最後まで見てくれてありがとうございます。それではバイ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 。なんか今日メイク薄い気がするな。タイちゃんに確認しよう。私もあの確認しよう。はい、タイちゃんにモザイクがかかってたらタイちゃんが NG を出したということです。はい、それではバイバイ。圧すごすぎ